ここに来る前にもう音楽さんから来たお知らせで、次回のテーマは怒りですってなった時に、怒りか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 ってずっと怒りについて考えてきてたんですね。であんまりにも分かんなくて、今朝お風呂入りながら長女にも聞いたんですね。私って怒ったことあるって聞いたら、私お母さんに怒られたこと一回もないって。私も娘を怒ったことが一回もないんですね。で、私どこに置いてきちゃったんだろう、怒りと思って。で、仁さんと一緒に探したいなと思って手を挙げました。私の怒りを探してください。なんかある認定講師の方からこういうイベントをやろうと声をかけていただいて、で、なんか私もそれやりたいなと思ってやったんですね。なんかその声かけてくださった講師の方がなんかあんまりちょっと協力的じゃない感じが協し力て、で、なんかね、それ初めてじゃなくて前もなんかあってたんですよ、そういうことが。なんかお客さんいっぱい来てほしいから幹事やってくれないって言われて、あ、じゃあって言ってやったと思ってやったら、なんかその方が 全然なんかシェアとかしてくれないんですよ。で、え、お客さんいっぱい来てほしいって言ってたのちょっと誰でしたっけみたいないろんな気持ちで来たんですけど、共通してやっぱり思ってるのが、人って本当に愛し合えるのかとか、愛ってどうやったら感じられるのかっていうのが、親子とか友達とか、まあ、恋人や結婚してもそうだと思うんですけど、それがやっぱり生きてきた、まだ30代なんですけど、生きてきた中で。どう感じればいいのか、どう与えていったらいいのか、与えたものが愛だっていうのは相手はどう感じるのかっていうのが分からなくて、教えていただけたら。どうしようわからないよ。その人なりの愛し方があるっていうことだよね。で、その人なりの愛し方もあるし、で、愛しながらこれでいいんだろうかって迷いながら愛してる人もいる。で、今度はそれを私、旦那とすごくずっと仲が悪くて、もう家庭内別居の感じで、何年ぐらい仲悪いの？15、6、7年ぐおお、らすごいね。ああ、仲良くしたいなーってちょっと言ってみてくれる？仲良くしたいな。本当は仲良くしたいなー。本当は仲良くしたいな。本当は仲良くしたいなー。本当は仲良くしたいな。もっと心を開いていろんなこと言えばよかったなー。もっと心を開いていろんなこと言えばよかったな。もっと弱音吐けばよかったな。もっと弱音吐けばよかったな。もっといろんなこと頼めばよかったな。もっといろんなこと頼めばよかったな。あなたが旦那さんに一回ね、思いっきり負けてみてほしいの。あなたが軽蔑してきた、おお言うな。あなたが軽蔑してきたあの人におっしゃる通りでございますと、今まで私はできると思って一生懸命頑張ってきたんですけど、このざまでございますと、今まであなたのことをバカにしたり散々ダメだなとかいろいろ思ってきましたけど、よろしくお願いしますと。しかも怖いどころじゃなくてありえないやんか、そんな。そうですね。ちょっね？と、考えられないか考えられないよね。考えられないやんか。絶対ないわ。それだけはないわやんか。ないわ、ないわ、ないわに答えがあるって心やで、いつも。その次の結婚の相手がもうとにかくこれが束縛なんだっていう
のたっぷり味わわしてくれた人で。ほう、なるほどね。オッケーオッケー。まあ嫉妬もこれ一緒なんかな。そうですね。もうなんかその辺ごちゃひっくるめて、はい。ということはあのね、ここからちょっとこの方程式を解いていくからね。彼は何あなたから何をもらえてないって言って騒いでるんだろう。僕が一番じゃないって言われるんですけど。ああなるほどね、うん、一番に優先されてない、うん、っていうことかね。そうやね。これがまあもしかしたら彼の悲しみなわけよね。であれが彼の悲しみなんだけれども、あれは彼の悲しみではないわけよ。よよこの悲しみなのよ。わかる。やだわ。ちょっとで彼の表現は一番に優先してもらえてないということで、こういうのをくれよと。